それでね私の名前は奏、幼稚園に通う娘、音符を育てる専業主婦。お迎え前のこの時間にママ友とこうやってお茶をするのが日課だ。ああ、みんなまたここで集まってたのね。私も一緒にお迎えまで待たせてもらうわね。よっこいしょ。この人は涼子さん、同じママ友なのだが、なんというかちょっと浮いた存在だ。うん、どうしたのかな、デスさん。私のことそんなにジロジロ見て。え、見てませんけど。あ、気づいちゃったの。かなでさん、目ざといわね。このバッグはポッテガプニタの新作で、いいでしょう。きっと皆さんには買えないでしょうけど、見るだけならいいわよ。いくらでも見てちょうだい。はあ、また始まったのよさ。こっちはね、プニールのコレクションラインで。あ、コレクションラインって意味わかる？わかるわけないか。ごめんなさいね。涼子さんのご主人はいい企業に勤めているらしく、結構なお金持ちらしい。周りの人を見下していつも自慢ばかりだ。はあ、この雰囲気苦手だな。どうしよう。そうですね、すごく素敵ですね。羨ましいな。ふん。あれ、奏さん、その服いいわね。え、これですか？うん、これどこのブランドもの？これは、そんな恥ずかしいです。これプニクロで買った安物ですよ。お迎えに出てきただけですので。そうなの？そうは見えないわ。いやいや、そんな、プニクロの企業努力ですよ。またまた謙遜して。なんだか奏さんっておしゃれよね。自分に似合う服を選んでるって感じ。着飾ってないのに素敵よね。そんなことないですよ。何よ、奏さんばっかり。え、みんなして安物着て素敵ってどういう神経してるのよ。奏さんに洗脳でもされてるの？っていうか奏さん、そんなの着てて恥ずかしくないわけ？どうせお金なくていい服買えないだけでしょ。私みたいなお金持ちにはそんな安物すぐバレるのよ。隠してるつもりもないですけど。ちょっと涼子さん、ひどいんじゃないですか？お迎えだけなのにそんないい服やバッグを持ってくる方がおかしいですよね。奏さんがお金ないですって？そんなわけ。皆さん、揉めるのはやめましょうよ。私はいいんです。何を言われても気にしませんから。服にお金をかけていないのは本当ですし、涼子さんが言ってることは正しいですよ。でも、ほら、ラブ&ピースです。これから子供たちをお迎えに行くんだから。皆さん、スマイルスマイル。スマイルはいつでも0円。パラッパッパッパーン。奏さんって本当面白いわ。何よ、奏さん貧乏そうなくせにみんなから愛されて、私のことを出し抜いて、ずっと前から気に入らなかったのよね。もういいわ。こんなとこにいてもしょうがないし、私はこんな安っぽいカフェじゃなくて、向かいのホテルのアフタヌーンティーを楽しむことにするわ。じゃあね。何よあれ、ホテルのアフタヌーンティーって。もうお迎えの時間まで15分しかないのに。意地張りたいだけでしょ。涼子さんはみんなに対してバカにした態度を取るが、なぜか私に対しては特にひどい。私のことが気に入らなくて仕方がないみたいだ。イライラするわ。ママ、どうしたの？大丈夫？ああ、大丈夫よ。ちょっとお邪魔虫が飛び回ってて鬱陶しいだけ。お邪魔虫？お邪魔虫ってどんな虫？虫ならパチンって叩いちゃえばいいんじゃない？パチン？あ、あれ、奏さんと音符ちゃんね。いや、この辺りだったのね。あの奏さんがどんな家に住んでるのか気になるわね。きっと貧乏ったらしい家なんでしょうけど。今日はお散歩がてら少し遠回りして帰りましょうか。あとかくれんぼもしましょうね。はーい。音符、しりとりしようか。しりとり？いいじゃない。ちょっとくらい付き合ってよ。仕方ないな。何あれ、親と子供が逆みたい。不思議な親子関係ね。じゃあママからどうぞ。負けないわよ。しりとり。リンゴ。ゴリラ。ラッパ。パンツ。つきまとい。あれ、
したの？誰かにつけられてる気がしたんだけどな。誰もいないよ。気のせいじゃない？そっか。あぶな。かくれんぼ楽しいね。あ、かなでさんの家あの先なのね。行くわよ。はーい。これ、何？ワンちゃんのお家？何よこの家。前から貧乏っぽいとは思ってたけど、まさかここまでとはね。笑っちゃうわ。うん？ふん！うわー、パッチーお邪魔虫はパチン！ね？翌日！念には念を入れて。さらに翌日！本当にここが奏さんの家なのか。さらにさらに翌日！確認しないとね。何日間も観察してきたけど、かなでさんは毎日毎日あのボロアパートに入っていったわ。ということは、あそこにかなでさんが住んでいるってことは間違いないわね。あんなボロアパートに住んでるなんて、みんなに知れたらさすがにみんなかなでさんから離れていくでしょうね。え、りょうこさん？なんかニヤニヤしてますけど、どうしたんですか？あら、いいところに来たわね、あなたたち。え、なんですか？とっておきの秘密を教えてあげる。はあ、かなでさんの秘密よ。かなでさんの？実はかなでさんってね、町外れにあるあのボロボロのアパートに住んでるのよ。あそこまで貧乏なんて引いちゃうわよね。皆さんもかなでさんとの付き合い方考えた方がいいんじゃない？りょうこさん、それ本気で言ってます？かなでさんがそんなわけないじゃないですか。え？どうして私が言うことを信じてくれないのよ。私はこの目で見たのよ。何かの見間違いじゃないの？りょうこさん、面白いこと言うわね。ほんとほんと。どうしてよ。みんななんでかなでさんのこと嫌いにならないのよ。おかしいわ。こうなったら私が直接バカにしてやる。ここで待っておけばかなでさんが帰ってくるはず。その日、私と音符が散歩から帰ってくると、あれ、りょうこさん、どうしたんですか、こんなところで。息を切らして血眼のりょうこさんに待ち伏せされていた。ん？おばちゃん、もしかして、つきまったい？はぁ、人聞きが悪いわね。ちょっと何日間か連続で後をつけただけじゃないの。それこそがつきまといですよ。確かにここ数日、帰る時に背後に人の気配を感じていた。それが涼子さんだったなんて考えつきもしなかったが、私は涼子さんの狙いが何なのか見当もつかず戸惑ってしまった。それで何のご用でしょうか？何の用かって、かなでさん、こんなボロボロの家に住んでたのね。ちょっとびっくりしちゃって、本人に同情のお言葉をかけなくちゃって思って。それが私の用よ。まあ、貧乏なあなたにはぴったりだけど。え？まあ、そうですね。確かに築年数は結構経っちゃってるので、そろそろリフォームしないとな、とは思ってたんですけど。リフォーム？リフォームじゃ間に合わないでしょ。建て替えたら？あ、そんなお金ないか。ごめんなさいね。もう、おばちゃん、オープンのお家のこと笑わないでよ。ここはパパがお仕事頑張って建ててくれた音符が大好きなお家なんだよ。音符、まあまあまあ、音符落ち着いて。音符がそういう風にお家のことを思ってくれてるだけで嬉しいよ。そんなに怒らないで。でも、ほら、帰ろ。わかった。それじゃあ、りょうこさん、古い家でお恥ずかしいですが、貴重なご意見ありがとうございます。私たちは帰りますね。はあ、かなでさん、自分の家間違ってるわよ。え？あなたの家、こっちでしょ？何言ってるんですか？どういうこと？いやいや、自分の家を間違えるわけないじゃないですか。うちはこっちですよ。はあ？
嘘でしょ、あなたがこんな豪邸に住んでるわけないじゃない。すごい決めつけですね。だって私何回もあなたがあのボロアパートに入っていくところ見たのよ。何日も後つけたんだから間違いないんだから。堂々とつきまとい認めてる。それはこのアパートの一室を物置として使ってるんです。ここ数日は片付けをしていたのでこっちに通っていただけで。そんな、プニクロばっかり着てるくせに。必要以上に着飾るのが苦手なだけで、私にはプニクロで十分なので。あとプニクロバカにしないでくださいよ。私の方が10倍金持ちだと思ってたのに。嘘よこんなの、私は奏さんに何も勝ててないじゃない。涼子さん、どうしてよ。みんなから愛されてるんだから、お金なんて持ってなくてもいいでしょ。それは私に何か一つくらい譲りなさいよ。ねえおばちゃん。ええ、さっきから言ってることめちゃくちゃだよ。おばちゃんが不幸なのはママのせいじゃないでしょ。こんなに自分の感情をむき出しにしている涼子さんを初めて見た。涼子さんが今こうなっているのは今まで散々人のことをバカにしてきたからであって、すべて音符の言う通りだ。でもなんだかいたたまれないな。涼子さん。何よ、子供に説教されている私のことをさらにバカにする気。そんな、よかったらちょっとうちでお茶していきませんか。今まで涼子さんとはちゃんと話したことなかったし、それに奏さん、こんなひどいことしてばっかりの私にまで優しくしてくれるの。そりゃ好かれるわね。私の負けよ、分かったわよ。でも私にもプライドがあるから今日は帰るわ。じゃあね、いつか一緒にお茶しましょう。そう言うと涼子さんは本当に帰って行ってしまった。後日、あれから涼子さんはお迎えの時に何度か見かけることはあったが、前より幾分か服装がシンプルになっていて、私の姿を見るとすぐに逃げ帰ってしまうようになった。そしてママ友会にも顔を出さなくなった。涼子さんたら奏のこととんでもない貧乏だなんて言うんだもの。びっくりしたわよね、この町で一番のお金持ちは奏さんなのに。そんな、夫が頑張ってくれているのは感謝してますが。またまた謙遜して。そういうところも奏さんのいいところよね。奏さんは本当に誰からも愛されるのよね。ママ友たちは涼子さんと距離を置けて自慢話を聞かなくてもよくなって喜んでいるみたいだ。確かにこのところのママ友会は平和だな。わんちは。音符ちゃん。ママの周りに人が集まってくるのはお金を持っているからではなく優しいからだよ。音符、ママのこと大好き。音符、ありがとう。涼子さんと仲良くなれるのはまだまだ先かもしれないけど、きっといつか分かり合える日が来るはずだ。その時までずっと優しさを忘れずに生きていこう。ラムよ。ハルだよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。幼稚園のお迎えにまでブランド物で固めてくるなんてすごいのよさ。まあそこまでプライドを保つために頑張れるのも結構すごいことよね。ある意味尊敬するのよさ。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてちょうだい。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。それじゃまた会いましょう。